今週のキックオフ新州はいよいよ迎えたホーム開幕戦、私たち MC 陣が徹底取材、スタジアムの雰囲気に私も大興奮。さらにルヴァンカップもついに幕開け、パルセイロ山が新州勢が躍動しましたよ。こんにちは。こんにちは。キックオフ新州です。さあ今週は安藤千奈ちゃん、よろしくお願いします。そして飛ばし広之さんです。お願いします。よろしくお願いします。この二人が揃ったということは今日はまた千奈ちゃんのリフティングしないしない。今日はやらないです。たまたまの会。今日はやらないで別に。もう二度とやらない。いやもう一回調整はさせてください。いつやってもいいようにね。練習をしておいてもらう。その日をね楽しみにしておいてもらう。さあということで、今週はですからですね、こちらの話題からお届けしてまいります。さあ長野パルセイロと松本山雅 FC がともにホーム開幕戦を迎えました。その試合を K さんとちかなちゃんが取材してきてくれたということですが、 K さん、僕は菅野君が一緒だったんでとても心強かったです。僕はスタッフとしてね、ありがとうございます。裏方でやらせていただきます。じゃあいかがでしたか。いやもう本当に行きたかった試合だったので、はい、もう行けて嬉しかったです。大興奮な試合になったようです。ではその様子を見ていきましょう。こちらです。サンプラールイにやってきました。私、念願のアルインでございます。めちゃくちゃ嬉しいです。みんなで応援していきましょう。楽しみです。待ちに待ったホーム開幕戦、およそ8900人のファン・サポーターが詰めかけ、この行列、これぞアルインという光景が広がっていてワクワクしちゃいます。ちなみにキックオフ新種って見られてますか。毎週見てます。嬉しい、ありがとうございます。嬉しい。今年の目標、今日あったりしますか。優勝。おー、優勝いいですね。 J2 昇格のホーム開幕戦なんですけれども、注目している選手などいらっしゃいますか。樋口選手は地元民の方なのですごい楽しみにしてます。粘り強い戦いを見せてほしいですね。なんか最後まで負けないっていう精神が山鹿のいいところだと思うので頑張ってほしいです。ワンソール来てるじゃないですか。はい、どうですか。いやもうなんか緑が多くて楽しみです。初です。初アルビン、ありがとうございます。山根の試合初です。楽しんでください。ありがとうございます。勝利の女神になってください。なれるようにちょっと応援します、ね、しっかり。その応援といったら応援グッズは欠かせないですよね。ということでグッズ売り場に行ってみると、はい、なんと松本山雅や長野パルセイロでプレーし、シーズン引退した山本博樹さんが売り場に立っていたんです。ちょっと緊張してる感じがある。今日ここで何をされているんですか。今日自分はグッズ担当になったのでここでグッズを販売しています。ということで新人グッズ担当山本博樹さんにおすすめアイテムを教えていただきます。おすすめは今年のタオルマフラーで、ユニフォームの代表をかたどったタオルマフラーで、すごいかっこいいですよね今回デザイン。そうですね、かっこいいですね。この赤のラインも情熱の赤をイメージした感じなので、みんなで応援して選手にパワーを届けて試合に勝ってもらいたいです。そんなことないですね。この目標などであったりしますか。まずはなんか自分の考えたグッズをこの場に並べられたらいいなって思うので、はい、それができるように頑張りたいと思います。目標が叶えられるように私も応援しています。サッカー観戦の楽しみといえばスタジアムグルメも欠かせないですよね。いや、すごいですよ。どのお店も美味しそうで迷っちゃいますね。その中から選んだのがこちら、喫茶山鹿の菊のこだわり豚キムチ弁当。そう、福井選手がホームゲーム前にルーティンとして喫茶山鹿で食べている豚キムチがお弁当になっているんです。プロデュースした選手の写真がついてくるのも嬉しいですよね。さあそのお味は、どうでしょう。キムチのサクサクとした歯ごたえとお肉がまたガツンとして美味しいですね。そんなに辛くないのでお子様も食べやすい味付けとなっております。ピッチに到着しました。わ、もうすでにたくさんの方がいらっしゃいますね。すごい、
面緑。ピッチから見上げるスタンドに圧倒されました。そして試合前にはホーム開幕戦を盛り上げるイベントも行われました。それは管楽器ガールズグループモスによるスタジアムライブ。トランペットのミユさんが松本市出身という縁があり、今回スタジアムライブが実現しました。しかも信州では初めてとなるライブなんです。そしてそのライブが終わると、もう応援も迫力があって、もうホーム開幕戦とい もう気持ちが高まりました。いやいいですね、見たかった、これが見たかった。明治安田 J3 リーグ第3節、ホームで YS 横浜を迎え撃った松本山雅。この試合から始まる5連戦、勝利をつかみ勢いをつけられるのか。山雅は序盤からボールを保持し、相手陣内へ攻め込みますが、ナイス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 、うわうわ、悔しい。試合の村口選手が0対0で前半を折り返すと、後半4分、自分たちのミスから右サイドを崩され先制点を許します。いや怖い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 、うわー。なんとか追いつきたい山川、後半32分、途中出場の山口がドリブルで仕掛けると、相手のハンドを誘い PK を獲得。キッカーは浅川。素晴らしい。うわー、嬉しい、浅川選手。同点に追いつき、より攻勢を強めた山雅でしたが、追加点は奪えず、ホーム開幕戦はドローとなりました。まあ、こういう試合は全然ダメです。ピンチはほとんど数えるほどしかなかったんですけれども、そのうちの1回をやられてしまう、かなり自分たちで自分たちのゲーム運びを厳しく難しくしてしまったところがあります。勝ち点3を取れなかったことを本当に真摯に受け止めて、基準を高くしてまた次の試合に向かいたいと思います。まだまだ優勝するためには基準が足りないというふうに思うんで、そういった意味ではその基準をもっともっと高いところに、こう作って自分たちで取り組んでいきたいなというふうに思っています。長野ユースタジアムにやってまいりました。いや今日はなんといってもホーム開幕戦でございますよ。試合開始まで約3時間前、入場開始まで約1時間前でございますけども、ご覧ください、もう皆さん集まっておりまして、やんやの喝采でございますよ。さあ熱気あふれる長野ユースタジアム巡っていきますよ。早速サポーターにお話を伺うことに。まずはこちらの親子に伺いました。あれ、これはどこかで我々も見たことのある、もしかしてあのクリスマスプレゼントにご応募していただいて当選されたということですか。そうです。おめでとうございます。いや、そう、こちらの少年は去年番組が行ったプレゼントの当選者。この日は山中選手のサイン入りユニフォームを着ての応援です。どの選手に決めてほしいとかありますか。やっぱレオ選手。あ、レオ選手。サンダ選手とか。今日の予想スコアは何対何ですか。3対0。ホーム開幕最高の滑り出しになりますね。こんにちは。こんにちは。あのキックオフ信州なんですけれども、やばいやばいやばい。グリーンだそれ。え？いや、いいです。
いや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 、出迎える。すごい、みんな手があったかいですね。こういうプレーをしてほしいな、こういう選手に注目してるなっていうのはありますか。あ、森川選手。森川選手のどういったところ、はい、もうガツガツいくドリブル、あ、見てて面白いですよね、単純にね。そうですよね、選手がね、躍動する、はい、躍動するとやっぱり見ててもね、あのこの寒さを吹き飛ばしてもらいたいと。小西選手。あ、小西選手どういったところ。いや、もうだいぶ成長が見られるし、これからどんどん期待しかないなと思って。さあ、続いて観戦に欠かせない応援グッズを求め、グッズ売り場へ。わあ、これもうほら見てください、各背番号ごとにタオルマフラー、奥にもそしてずらーっと回っていきまして、こちらの方までグッズがたくさん並んでおりますよ。でやっぱりあれじゃないですか、タオルマフラーがいいんじゃないですか。え、ほらいいじゃないですか、エンブレムがしっかり入っていて、これにしますか、うん、これにしましょう。え、こんなのもあるんだ、面白い。ショッピングバスケット、ショッピングバスケットですって、これほら。なかなか顔してないんじゃないですか。これなかなかないんじゃないですか、グッズの中でも。これ面白い、ほら、こうできるから。さらには音が出る応援グッズや、うん、私が密かに推している近藤選手のアクリルスタンドゲットしました。近藤選手顔見れば分かる。優しい。絶対しょうがない、これ自腹で、自腹でいきます。自腹で。領収書いらないんですか。ください。ください。さらにこちらも欠かせないスタジアムグルメを堪能していると、何やらね、声援が聞こえてきました。人がバーっていなくなったなと思ったら、ご覧ください。選手の入場、ファンサポーターの皆さんがこの声援とともに迎えております。いいですね、これぞ開幕、これぞサッカーでございます。そう、ユースタでは選手のバス入りをサポーターが歌を歌って出迎えるんです。ほら、高木監督も出てきましたよ。試合開始までおよそ30分少々でございます。選手も出てきまして、サポーターのボルテージもマックスでございます。いよいよ始まるホーム開幕戦、私もですね、特別にお部屋をお借りいたしまして、戦況を見守ることに。試合は序盤から推進力高く攻め上がるパルセイロがゴールに迫り続けます。すると前半27分、相手のバックパスをカットした浮田からのボールを受けた靴名のこのシュート、先制します。監督もものすごい喜んでる。ほら、ちょっと変化かかってたのかな。あ、変化、無回転、無回転すごい。しかし試合終了間際、相手に同点に追いつかれてしまいます。うわー、引き分け。もう無表情の高木監督の様子は見えました。そして試合後の監督会見に私も出席させていただきました。はい、高木監督にお越しお疲れ様でした。気候信州の下島圭と申します。お願いします。あの浮田選手についてなんですが、とてもこうワクワクさせてくれる選手だと感じました。そこであの監督が目指すサッカーでの役割と今後の期待お聞かせください。今ワクワクするとおっしゃってくれたのはすごく嬉しくて、僕もそうなんですよ。彼は去年1点も取ってないんですよ、岐阜で。去年0点の選手になんで胸を躍るんですかって言われると言葉にはできないんですけど、浮田健生をもう一回浮田だよっていうのを世に示したいなって思いは大いにあります。僕は彼のあのサイズ感と背後にも矢印を出せるあの左利きのパンチ力と、でプラス周りともコネクトできる、
周りとつながっていくことができる、日本全国で誰よりも信じる自信はあります。浮田を、浮田のあのポジションで覚醒させてやるぞっていう、うん、さあということで圭さん、はいはい、いや高木監督の熱いコメントで終わりましたけど、本当あのご挨拶もしたことがなくて、はい、お話ししたこともないのに、うん、もう緊張しました。いやちょっと緊張しつつも、いや失礼にならないかなと、しかもあの個人名を挙げた選手の、うん、質問だったので答えてくださるかなと思ったんですが、もう優しく答えてくださいあれすいません監督、関係上、ね、放送の関係上10秒ぐらいになってましたけど、監督3分ぐらい熱く語っていただきましてね。で今回はあの浮田選手についての質問だから、浮田選手の期待感を話したけど、全選手について聞かれれば答えられるっていうことですね。熱いですね、いや本当は勝ってね、うん、今年もいかがでしたかっていうのも、ね、聞きたかったんですけれども、ね、でもユースの雰囲気はいかがでした。まずはもうグッズの種類の豊富さ、はい、そうですね、あのショッピング面白いよねあれは僕買った後、はい、みんな荷物入れて使ってるんですもん、カードとかちょっとキャスター使いますね、撮影機材、撮影機材さすがバンバン入れてでも便利、そう便利、こういうものもあっていいよね、面白い、ね、あれ僕自腹で買ったのどうしたんですか。あれまたあの局にあの保管してあるので、あの、はい、どうしますかね、プレゼントしましょう、プレゼントしましょう、プレゼントしましょう、いつかじゃあまたプレゼントがプレゼントさせていただきたいと思います。さあそしてちかなちゃんは、はい、念願の初アルミンだったと、もう本当にこの日を待っていたという思いで行ったんですけれども、うん、もうサポーターの方がもう皆さん優しくて、うん、もうキックオフ選手見てます、毎週見てますって言ってくださったのが本当に嬉しくて、もうこの試合勝ってほしかったなっていう思いはちょっとあるんですけれども、もうチャンスはたくさんあったので、もう今後に期待だなと。でもなんかここも本当にあのね、ゴール裏の目の前ですけど、音圧みたいなのがまたちょっとなんか体感しないとわからないぐらいの、はい、もう一緒にこの応援できたのがもうすごくすごく嬉しかったです。あれ、とりあえず僕があの高木監督に質問したのも、はい、あれ、塚田さんも下田監督に質問するからっていうのであれだったんですか。ですね、あのドバシさんの試合について深井ちゃんはね、質問したけどカットされてたみたいな雰囲気とかもあります、はい、でも野橋さん、あの、うん、両チーム引き分けというところでまだ、いや、まあ、みんなが期待するのはもちろん勝ち点3だったんですけど、ね、まあ、ポジティブに考えれば負けなくてよかった、はい、ただやっぱり開幕戦、ホーム開幕なんで、うん、山がやっぱり1万人ぐらい僕は入れてほしかったなって思うし、パルセロやっぱり5000人ぐらいをもっと熱量待ち上げても熱量をもっと欲しいなと思いますよね。まあ、そう思うと今後のこの成績によっちゃはどん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 、うん、そうですね、だから本当にみんなでね、我々がこんな渋い顔してるのも順位表こちらですよね、うん、今日順位表見ていきます。まだね、はい、早いかもしれませんが、まだ3節終了時点ですね、1位2位がね、はい、無敗で、そうなんですよ、ね、ここやっぱり抜けさせてはいけないと思うので、しっかりついていかないとダメですよね、うん、ね、うん、また今後の、ね、序盤戦の今後の勝ち上がりにも期待しましょう。さあそしてですね、今週試合があったのはこれだけではありません。 J リーグ全60チームの頂点を決めるルヴァンカップが行われまして、長野パルセロ松本山が新州勢が躍動しました。松本山川、下田監督の古巣 J2 のレノファ山口と対戦、試合が動いたのは前半23分、藤谷からのパスを隅田がゴール左下に決め先制します。しかし後半24分、山口に追いつかれ試合は延長戦へ。はい、延長戦です。延長前半4分、山本クロスを野々村、さらに12分にフリーキックのチャンスから再び野々村がヘディングで押し込み2点のリードをつけます。このまま終わるかと思われましたが、延長前半14分に1点を返され、試合終了間際の延長後半15分になんと同点に追いつかれてしまいます。120分では決着がつかず、人の行方は PK 戦へともつれ込む。ホームの意地を見せた山川、村越、滝、安藤、さらには山本と全員しっかりと決めます。最後はキーパー大内がこのファインセーブで120分にも及ぶ死闘を制しました。相手がディビジョンが上のチームというのを関係なく、やっぱり僕らがやっぱりずっと積み上げてきたものをもう一回やってみようと、誰が出てもそれができるようにしようと
ということで、そういう形がたくさん出たので、それは本当に良かったなと思ってます。次のラウンドに進めるという結果を持って、皆さんに感謝を伝えられるのが一番嬉しく思っています。 AC 長野パルセイロは J2 の徳島ヴォルティスと対戦。ここまでリーグ戦3試合勝ちのないパルセイロはメンバーをガラッと変えて挑み、攻撃陣が大爆発します。前半18分、加藤からのロングボールにイ・スンオン、公式戦初出場で初得点を記録し唇を切ります。さらに31分には近藤、この近藤が前半40分にも2連続弾を決め3対0と点差を広げます。後半1点返されるも21分でした。加藤の狙いすましたキックが突き刺さり4点目。さらに木原のプロ初ゴールでダメ押しの5点目。 J2 相手に力を見せ2回戦進出です。出てない選手たちの各戦を勝ったことはチームとしても大きいことだと思いますし、僕らとしても自信になったので、すごいいい試合だったかなというふうに思います。喜びも両手上げて表すことしかできなかったんですけど、本当に嬉しかったです。今日試合出なかった含めて、チームとして勝てるように、ここからチームでもう一回引き締めてやれればいいかなと思います。土橋さん、試合が続くとはいえ、ガラッと先発メンバー変えた狙いっていうのは何があるんですか？チーム全体の底上げにつながるように、普段リーグ戦で出れない選手たちを使って、しかも練習試合で良かったんですよね、このメンバーで行った時に。でそのメンバーでこのカップ戦を戦いに行って、しかもこの結果を残して、この選手たちモチベーション高かったですよね。やっぱりリーグ戦の選手たちをやっぱひっくり返してやろうって熱いものがあったので、これでまたパルセイロは普段リーグ戦出てる選手と今回のカップ戦のメンバーとでこうチーム内の競争が激しくなるんでね、それがチームを強くしていますよね。登録人数多いですもんね、とにかくモチベーション、そして若い選手の躍動も目立ちましたね。そうですね、本当ゴールシーンもパルセイロらしい前線からの守備でボールを奪ってシンプルに縦に速くゴールを決めるっていい形でしたよ ね。ナイターにもかかわらず多くの、サポーターが詰めかけまして、5対1ということで快勝しました。さあそして松本山賀も120分ですよ、計算すごいですね。もうずれ込みましたね。しかも PK まで、もうね、3、1とかになった時にもう勝ったかなみたいなね、ありましたけどね、最後まで分かんない、これサッカーの魅力ですよ ね。でもなんかカップ戦のこう魅力がふんだんに詰まってこの120分の試合だったんじゃないかなと思うんですけど、トーナメント戦なんでね、本当にこうノックアウト方式の中で負けられない戦いが続いて、しかも、そうやってね、普段こうリーグ戦に出てない選手たちがまたこっちも活躍して、チーム全体で、もう選手、登録選手全員で戦っている、本当チームで勝ち取った、勝利ですよね。そうですね、ということで勝ち上がりました AC 長野パルセイロ、そして松本山由伸ともに2回戦進出ということになりまして、2回戦はこちらの日程で対戦します。いよいよ J1 チームとの対戦ということになっていきますので、こちらもぜひ、皆さん応援してください。それでは週末に行われる試合情報です。明治安田 J3 リーグの第4節です。AC 長野パルセイロは今日この後、松本山田 FC は明日アウェーでの対戦です。そして来週は水曜日にも試合があります。第5節の様子も見ていきましょう。共にホームでの対戦ということになっています。さらには WE リーグの試合も行われます。 WE リーグは今日のこの後ですね、ホーム長野ユースタジアムで大宮との対戦となっています。みんなで紳士のチームを応援しましょう。さあそして来週ですけれども、働きながらプロ選手として活躍しますヴォルス長野の選手、ありがとうございます、注目させていただくということで、このあたりも結構なんかいろんな苦労があるみたいな。そうですね、仕事をやりながら競技もやっていくっていう難しさのところをね、ありがとうございます。まずそのあたりも、もう完全に GM のGM のお言葉でしたね、急にね、急にスイッチに、切り替えて、すごい、さすがでございます。お答えください。さあ今週はね、近野ちゃん、Kさんとホーム開幕戦行っていただきました。その熱気を今後も伝えていきたいと思います。では、企画収集また来週です。